全国の徳田さん、ばんは、シアラ放送部を卓造。どうも、コーディです。ピーンちょっと、一個チクっていいですか何な,なんですかマネージャーに。うん。こいつあのボイトレの行く前、うん、なんかその先生からさ、喉が閉まるから炭酸とかやめてねって言われてて。うんうん、ボイトレ前にこうレッドブルとか飲んでますよ、こいつ。バカじゃないの <laughs> いや、もう精神はロックシンガーでしょ。<laughs> <laughs> <laughs> 後先なんて考えんない。ビール飲んで <laughs>。ビール飲んでボイトレをレッドブルで止めとってやってやんから。<laughs> よく頑張ったやろ、そこは。すいません。うん。な、何をな、なんかこう、ガーってくるんや、お前。よく頑張ったのやろ。本当はパチンコ玉持ってってやろうかなって思っとったぐらいやから。パチンコ行った後に、レッドブル飲んで、ボイトレ行ったろうかなって思っとったぐらいやから。同じこと2回言ってます。彼今同じことを2回言ってます。うん。すまんねえな、お前。気持ちはロックシンガーやから。もうもうなやめてあげてください。もうやめてあげてください。彼はここで一旦ストップさせてちょっと止まっていいかい。はい。一旦止まりましょう、ここで。ここで終わらせていきましょう。気持ちはロック よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は何でしょうか本日はですね、まあ、ラジオ系ということで、ちょっと怖い話を。ああ、いいですね。したいと思ってます。いですどただ僕らは、あの、まあまあ、心霊系もまあ、ぶっちゃけ怖いと思うんですけど、やっぱり人系が一番身近な怖い。そうですね。一番ゾッとしますから一番ゾッとするってのがあるんで、まあ今回は実際に起きた、人に関する怖い話を、僕のツイッターで募集させていただいたんで、お話させていただきます。いいですね。 早速きます母親を悩ませていたストーカーの犯人が私の通う塾の先生だったと狭いですね世間ってね世間は狭いよ近所に精神的に行かれてたやつがいた結構すごいパンチ切り口がでかいなったからはいはい俺と弟を追いかけ回したり出かけようもんならカーテン確認してきたり母も出かけられずに困ってましたうちの家族にだけではありません 他の人が、えー、用事で、路肩に車を停車しようもんなら、えー、車の上に乗って暴れたりしたそうです。えーすえー、極めつけは近くの文化会館で人を刺し殺した。<ー>それ以前に包丁を持ち歩いて警察に捕まったそうですが、えーえー、ついに捕まったかというものもありました。精神的に行かれていたゆえに、えー、現在は警察病院にいるそうです。 やっぱなんかそっち系やばいよねそっち系やばいよ、ね、そっち系っていう、ね、まあまあね確かにまあ予測不可能やそうそう,そう何しでかすかわからんってのが一番こっちとしても怖いというか、うん、う説得もできんしねんか俺のね実家の周りぐるぐる回れる場所があるんやけどそ,そこが <laughs> な,ないよそんな場所ベイブ・レードみたいにぐるぐる回っとるとかじゃないよ え、小学生の時、母、僕、弟で外食をし、アパートに着くと、母が、車から降りちゃダメって言いました。アパートの脇に、路中している男がずっとこっちを見ていました。何分経っても男はこっち見ているので、少し車を走らせて、また戻ることにしました。通りを走って、そろそろ戻ろうかと、路地に曲がろうとした瞬間、その路地から男の車が出てきました。 こっちの考えを予測し待ち伏せしていたと思うと恐怖でしかありませんでした。うん 何たまたまでしょうねたまにあるよねたまにあるこっちつけてきてねえか思ったらこっちで勝手に緊張感を作ってああかるそのおじさんは何も考えてないおじさんたまたまですありますよくあります深夜に仕事で疲れてソファでウトウトしていた時何かの音で目覚めました周りを見渡すとインターホンのライトがついていた寝ぼけながら反射的にインターホンを確認したら画面いっぱいにおじさんがマジで幽霊だと思って どうやら近くの施設から徘徊してきたらしい徘徊するってめっちゃ怖いよね家族が急にいなくなるわけだからんか俺の同期の話なんやけどさ電車乗って家に帰っとったんやしそしたら男なんやけどおっさんがファーって近づいてきて「いつも見てるよ」って言ってきたらしいでファンの人なんかが分からんけどなんか妙に汗をかきながら耳元で。 いいつも見てててるよよって言っっっ言たかかららめっちゃ怖かったらしいよね、うん、で駅着いてで家まで、まあ、駆け足で行ってである日、えー、ピンポーンってバッてインターフォンの中見たらおじそのおじさんが顔をったらしくて、うん、めちゃくちゃ怖いな怖かったやつとつけてきておったことそうめちゃくちゃ怖かったです高校の時車にひかれて前歯を折ったんですが <laughs> どういう人なんです <laughs> ごめんなさい。他に、もう、もう他にも怪我し前歯折ったんですが、運転手のおばさんに怪我してないと聞かれたので、うん、前歯が折れましたと答えると、うん、元からと追い返されました。嘘やろマジで怖<っ>その後、確認つけた父にも同じことを聞いて、うん、いや、朝出た時は生えていた。 と返されました <laughs> 絶対事故であっとるやろ絶対事故でしょ、えー、高校の時駅から大きな公園を抜けるルートでいつも帰宅していた、はい、ある男の人とルートが重なるなとふと気づいたけどまあまあ都会だしマンションもたくさんあるから、えー、気にしてなかった、うんうん、ある日何らかの液体が何回も頭<え>ふくらはぎ、うん、肘にかかるので、うん、最初は鳥の噴火と思った いたが立ち止まり、はい、濡れたとこを拭こうとしたら真後ろにあの男の人が小さな瓶を持って立っていたびっくりして全力で公園を抜け家まで猛ダッシュ、うん、帰宅して泣きながら親に報告したら、うん、えバナナジュースでも飲んで落ち着きなさい近所の喫茶店に頼んであげるねと慰められシャワー浴びに行ったまだありますまだありますよまだありますよ<僕> えちょうどシャワーから出た時喫茶店の出前が来たようなので玄関を覗いたら母がお金を渡してる相手がさっきの小瓶男だった<ー>向こうも目が合い固まってた、うん、え恐怖でバナナジュースがトラウマになり今も飲めない え、で、その後大騒ぎになり、えー、警察に連絡を取り、喫茶店へ乗り込んだけど、すでに姿がなく、男はエプロンをつけたまま、出前のまま逃げたと、オーナーが言ってて、はあ、ええー。もちろん捜査されて逮捕されましたけど、あ、そうなんや。オーナーの甥いっ子でした。えー、いや、そんないいか。も <laughs> ちょっとっん、ごめんなさい、マイクが、マイクが衝撃的すぎて抜け<あ>たんですよ。何ですか何ですかえそそんな、そんな別オチじゃなくないそんなオチよ。<う>ええー、え <laughs> オーナーの甥いっ子 <laughs> いそんな別そこはスッと言っていい,かもしいと思うれないやその人も多分そんな感じで読まれると思うオーナーの甥いっ子でしょ <laughs> ええー、えだからかけられた液体の正体は何だったのかが多分めっちゃ気になると思うのよ多分よそれそういうことなのガチバナナジュースだったってことなんじゃないのガチバナナジュースはちゃんと言わな分からんやろ何がガチバナナジュース分かるやろお前はそうしらじらしいな分かるやろオーナーの甥いっ子の息子ってことややこしいな ややこしいなそれとある出会い系で本番なしで口とお尻と乳首で気持ちよくしてあげるという女性の人に会うことに当日現れたのがムキムキの男性でした、えー、腕をつかまれホテルに話題作りになるかと我慢してたら手錠をつけられ無理やり点々点初尺八もさせられ掘られて中に出された <laughs> おまけに性病もプレゼントされた <laughs> これも素晴らしい話です <laughs> ごめんなさいね、そこまでの被害、われてるというか、うん、で言って、その言った理由が、なんか面白い話になるかな、うん、話題作りのために、<laughs> もう壊すしかない。ね <laughs> <laughs> 行った結果ですよ。行った結果はこっちが引いてます。僕は引いてないですけどね。こんなすごい体当たりできる人がいるんだと思って。まあまあそうだよ俺でも行くかな、多分。俺も行くと思う。行くよね、絶対。そうなったら。正直さ、気持ちはもう高ぶってその場所に行ってさ、で、男の人バーって出ても、ここまで来たらもう一歩も引けんぞそうそうそうだ顔で選んだらと思われたくねえなとか。そうだそうだその人もさ、言ったら女性の心を持った可能性あるから、これはもう心と心で戦ってやろうぜって思う瞬間あるんじゃない え次僕が引かれました。<laughs> <laughs> 引いてます。